スインガー TV、 スインガーです。本日9月17日、日曜日、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの試合を見に行きたいと思います。まずは、第一弾一軍復帰おめでとう。ありがとうございます。やっとですね。現地観戦6連敗中だったんでね、はい、自ら抹消ということでね、10日間ね1軍に出れませんでしたと。そうですね、2週間ぶりにこの現地観戦やってまいりました、はい。でもね、実はね、昨日勝つまで僕実は現地観戦4連敗してたんですよ。実はね、でも昨日勝ったんで、まあ全然、で僕ラストその直近勝った試合が仙台だったんですよ。はいはいはい、で大ちゃんも直近勝った試合って、そうですね、仙台です。仙台ってことは今日も勝つ、はい、仙台仲間やけん、しかも今日はね朗希投手、はい、初のベルーナでね、ちょっと天候気候もあってね、どういうピッチングするかねちょっと予想つかないんですけど、きっと、やってくれるでしょう。やってくれると思います。ってことでね、前置きは、この辺に置いといて、早速ね、もうベルナドームの中入って、ロッテを全力で応援していきたいなと思います。はい、球場の中入っていきましょう。レッツゴー。埼玉だけには負けられない。魂込めて戦え。さあ準備はいいか。それではミュージックスタート。本日の試合はですね、3対2で負けました、はい、もう今日はね、やばいね、めっちゃ汗かいとるやん。まあもうチャンステーマ5で一気にね、飛んだからね、めちゃめちゃ、今日の試合はね、なんやろ、チェンジアップをみんな振りすぎないよ、本当に低めのボール、低めのバンバンポンポン、みんな振りすぎないよ、バン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 ピャンピャン、みんな山口くんだったね今
いつもの山口をみんなやってた、みんなやってた、みんなやってたからちょっとねもう何もコメント残せなかったね。で当の本人山口くんも、うん、やってましたやってましたね。チェンジアップでスプリットもねブンブン振ってました。まあ9回ねヒロミ選手のホームランでちょっと流れがね変わりかけたけど、あれは良かったです。あ良かったですね。明日に繋がる、そう、まあ明日に繋がる負け方はできたっていうところでは、まあひょっとしたらね明日勝てるかもしれないということで、あの9回の表の攻撃があったことによって、うん、明日の試合期待ができる、期待はできるね。はい、まあ今日はねちょっとローキ選手が完全に調子悪かったね、大炎上し、大炎上しちゃったっていうことでねまあ次回登板はねちょっと期待していこうかなと思いますってことでね、今日はちょっとね残念な結果になってしまいましたが明日絶対勝って、カード勝ち越し決めていきましょうってことで、まあ今日は早いけど、この辺で以上スイングアップTVでした。